はい、どうもこんばんは、エナジーですよ。いしょ、いつもご視聴ありがとうございます。今回はですね、 D リーグラウンド6を最速でレビューしてみた。で、僕はブレイクダンス15年ほどやってまして、元々優勝経験があるんですけども、というわけでですね、耳で楽しむダンスをね、相変わらずやっているわけなんですが、ラウンド6、終了しましたということでですね、まあ全体的にこう、なんだろう、こうじれったい、時間がこう続くチームっていうのがね、まあ、結構あったりするのかなというような、まあ、印象ですよね。なかなかこう突破口を見出せないというか、まあなんかお互いがいい、まあ、作品を持ってきていて、まあなんかこう、もう一発これがあればもしかしたら勝ってたかもしれないとか、なんかそういうね感じに、仕上がっているのかなっていうような、まあ、印象ですよね。まあなんかこう作品としては、まあなんだろう、こうすげえバコンみたいな超珍しいっていう作品、まあそこまではなんかなくて、なんだろう、 D リーグの勝ち方にこうはめてきてる感覚っていうのが少し、感じる部分はあるかなっていうふうに思います。ただまあ1チームだけはかなりぶっ飛んでたっていうのがあるので、まあそういったところ含めてですね、各チームの、まあなんだろう、その対戦した雰囲気、まあエナジーなりの角度でですね、まあお伝えできればなというふうに思っております。それでは早速いきましょう。はい、それではね、早速やっていくわけなんですけども、一番最初はメディカルコンシエルジュアイムーン VS 後世エイトロックスという話だったんですが、結果的には、ドローということで終わっておりますと。アイムーン良かったよね。なんかそのこう自分たちの今シーズンの色っていうのが、まあ、しっかり出てる感じでこう戦いに来ている、ところがあるかなというふうに思います。まあテーマ性というか、なんかこうストーリー性を感じさせる、まあそのショーケース、だったと思うので、まあ後世エイトロックスとはまたね、まあ、全然違う角度で攻めてきているのかなというふうに、思いました。まあそのなんだろう、僕はこういうジャンルはそこまで詳しくないので、ダンススキルとかの面に関しては、まあちょっとね、こう指摘というか、なんかこう言いづらい点っていうのはあるんですけども、なんかしっかりこう表現したいそのテーマみたいなものは確実にこう伝わってくるような感じになってて、結構音楽も良かったなっていう感覚は、持っていますと。で、一方でその後世エイトロックスに関しては、今回そのまあ自分たちが思うっていうか、そのブレイキンとハウスの、まあ、融合みたいな、ところが、まあ、テーマっていう形で、まあ、アイムーンはストーリーで見せてくる一方一方で、エイトロックスはこう、まあ、いわゆるこうリズミカルな部分で勝負してきている。まあそれだけに結構こうシンプルな、もう本当にダンスで攻めてきたなっていうところがあるのかなというふうに思います。まあ SP ダンサーがいたからこそ、まあなんかもう少し何かがあったら、まあ、勝ちへつながったかもしれない。やっぱテクニックとか、なんかもう止まらずに動き続けてるっていう感じのショーケースだったと思うんですよね。その2人が踊って、まあ、3人に変わってて、で3人が1人になっててみたいな感じで、なんだこれびっくりした。まあそんな感じでね、こう入れ替わり立ち替わり、こう踊りがこう、なんていうのかな、止まらないような感じだったと思います。まあスキルに関してとか、そういう見せ場の部分っていうのは相変わらず素晴らしいものがやっぱあるなというふうに思いまして、なんか久々にこう太一くんのムーブとか見ると、もう安定感しかないなみたいなあとはやっぱりそのゆうきくんのね、まあ、特にまあやっぱ、まあ、やっぱりアクロバットって目立つよね。すごいタンブリングっていうね、タンブリングっていうのはこうバク転をこう、なんだろう、もう床から離れないみたいな感じのね、何連発もした後にポーンって飛んでいく、あのバク宙の滞空時間2回宙できんじゃねえのって思うぐらいのね、まあところがあったりとか、まあダンス自体はねすごい良かったとは思うんですけども、そこにもうちょこっとそのエンタメ性っていうのかな、まあその D リーグ的な部分、まあ、もしかしたら衣装の部分とか、まあ何なんだろうね、どういう
まあ、もうちょっとおおって見せるような部分があったらアイムーンのそのストーリー性にこう対抗できたのかもしれないと。まあでも個人的にはアイムーンもすごい良かったと思うので、まあお互いがすごい突出して良かった、こっちの方がもう例えばその柔道で言うんだったら背負い投げでバーンって一本してもグーのでも言えないみたいな状態ではなかったかなっていうふうに判定にねもつれ込んでおかしくないなっていう感覚はありましたというような内容です。はい、続いてはセガサミールクスとフルキャストレイザーズということで、ここに関してはレイザーズが持っていったような格好になったんですけども、セガサミに関してはこうなんかキョンシースタイル、まあキョンシーかけるヒップホップみたいなところが、まあ、テーマというか、まあ、表現したいところだったのかなっていうふうに思います。そこにまあエンタメの要素として、まあなんかこうね、こう 小道具というかね、まあ、そういったものを使っていた、小道具にっていうのかな、大道具になるのかまあなんかそんな感覚だったかなというふうに思います。なんかそのポイントはめっちゃいいなっていう風に思ったんですよね。その目を向けている点というか、まあお前誰だよみたいなね感じになると思うんですけども、その取り上げた題材はすごい良かったかなっていう風に思うんですけど、逆にシンプルな感じでも良かったなってちょっと思う。まあそれっていうのは何かっていうと、なんかあんまりにもちょっとエンタメがちょっと意識されすぎてる感覚があって、いやセガサミだったらもっとそのなんかキョンシースタイルのもうがっつりとしたなんかそのミドルスクールというか、そういうヒップホップスタイルをもっと楽しみたかったかなっていうふうに思う。だからその曲もそういう塩梅になっていて、でなんだろう、かましてきてほしかったかなっていうのがちょっと個人的な思いではある。まあそうですね、まあ、D リーグだからこの、まあ難しいところなんですよね。いうその D リーグだから、まあ、そういう風にね、せざるを得ない感じっていうのは、まあそれすごいやっぱ感じますよね、どう考えても。まあちょっとしょうがないなとは思うんですけどね、ここに関しては。まあただただもう少しシンプルにヒップホップ、まあこう踏んできてほしかったかなっていう感覚はちょっとあると、まあ、いう部分ですかね。まあ、一方でフルキャストレイザーズに関しては、まあ、その自分たちの、まあ、クランプをまあ表現していくって、まあ、久々になんか見たなっていう感じだったんですけども、まあ、そのドストレートな力強い表現だったからこそ、まあ、すごい良かったなっていう、もう本当にそれ、やっぱクランプってエネルギーがすごいあって、なんだろう、パワーをこう見せるし、今回そのなんか会場の人も巻き込むという意味でね、こうなんかこうクラップでこう煽っていったりとかして、なんか一体にさせるような、そういうなんかなんていうのかな、感覚を持たせてくれるような部分があったので、その点がなんかいうふうに思いましたね。まあ他そうだね、なんかやっぱりいつものクランプが見れたっていう部分で個人的にはなんか良かったので、だからこそなんかそのちょっとひねりを効かそうとしたなんかそのセガサミに対してというか、真っ向勝負を仕掛けていったのが逆に今回は良かったんじゃないかなっていうふうに、まあ、思いました。まあ、ストレートな表現がうまく伝わって、今回はフルキャストレイザーズが持っていったのかなっていうふうに思いますと。はい、続いてはセプテニラプチャーズとあれですね、サイバーエージェントレジットっていうところだったんですけども、まあ、ここは結局はドローだった形ですね。でこう、まあ、セプテーニラプチャーズも、サイバーエージェントレジットもなんかある程度、まあ、なんかその勝てそうかなっていう感じのネタに仕上げてきてるなという、ちょっと、まあ、わかんない、そのお気に入ってる感というか、まあ、そういうのを感じましたね。まあ、レジットとかも要するにその前回の音の流れとか音の雰囲気とかとあんまり変わってない感じがしましたと。で逆にそのラプチャーズに関しても、まあ、分かりやすい音に合わせていくっていうような表現の仕方、まあ、ここに関してはあんまり変わってないなっていうのを、まあ、どちらの、まあ、ショーケースからも印象は受けましたっていうところかな。だからその、まあ、ドローになってもおかしくないなっていう感覚は持ちながら、まあ、見ておりました。まあ、どっちがどっちともなんか言いづらいというか、まあその結局過去の作品となんかこう
ね、比較して成長しているのかどうかみたいな見方なのか、まあ、それともその場その場のショーケースはどうだったのかっていう風な見方、まあ、でもね結局やっぱ記憶がね残ってたりとかする以上ですね、まあ、これはこれっていう風に、まあ、見ることなんて多分無理だと思うんですよね。ある程度そういうちょっと主観的な部分は、まあ、入ってしまうのはまあ仕方ないから、まあ、完全ジャッジがねもう新しくてそこまで D リーグ見せませんみたいなね、まあ、そういう状態だったらちょっと分かんないんですけども、まあ、ある程度こう見たことがね、あればですね、その記憶からするとどうだったかなっていうふうに考えてもまあおかしくなさそうだなっていうのは個人的にね考える部分はありましたっていうところですかね。まあお互いのダンス見て、まあ、そういうちょっとお気に入った感というか、まあだからそのいつ作ってるのかにもよるんですけどね、別にでもこれってもう結構前に作られてるものってか前に作ってないとそのなんていうのかな無理だと思うんですよ。そんな2週間で毎回毎回仕上げるわけには多分いかないと思うので、まあ、事前にある程度、まあ、作り込まれていて、まあ、例えばレジットだからこうするとか、まあでもね急に曲が変わるとか、ね、変更されるとかっていうのもあるみたいなんで、まあ、2週間でパッと作り上げることもまああると思うんですけども、まあ、ラプチャーズに関してはこうなんか持ってるものをもう少しこう生かす、まあそれが衣装のうちの一つみたいな感覚だったらあれかなとは思ったんですが、まあそんな感じでもレジットもちょっと今回はまあなんだろう前回の作品と少し寄ってる感じがあったんで何ともちょっと言えない、まあそのコメントノーコメントっていうお互いノーコメントな感じのショーケースだったかなというふうには思いますので、ドローでもまあおかしくない納得のいくような戦いだったかなというふうに思います。はい、続いてはですね角川ドリームズとライフルアルトリズムっていう形だったんですが、ここはまあスイープっていうことで角川ドリームズが持ってったというようなことですかね。まあ全体的にというか、まあ、カドカードリームズ結論から言うと、まあ、その五角形の、まあ、要するにそのコレオだったりとかクリエーション力だったりとかスキルだったりとかそういうの完成度みたいなこういうなんかグラフがもう本当にいっぱいいっぱいにこう広いいい感じのね状態がなんか作り上げられてますし、まあ、このうまくねそのアニメーションとそのおもちゃっていうところの表現、まあ、ここに体の動きとかもしっかり合っていたと、あの例えばね、おもちゃだから繰り返し動く何かを表現するのに例えばラビットをしてたりとか、まあ、あと飛んだり跳ねたりするシーンに関してはアクロバットをこう用意してたり、そしてこう、まあ、マリオネットというかね分かんないけどそういうのはあの自分たちでこうアニメーションポッピンでこう表現したりとかしてて、すごいその全体的に表現したいものがうまくダンスと重なってなもう説得力バッチリみたいなところだったと思います。まあ、細かい部分でこうさつきくんとかがねこう体の、まあ、手の動きとこの口元の動きまでしっかりこう合わせてたりとか、さすが細部まで行き渡ってるなっていうそういう表現だったりとか、こう首のこうなんていうのかなストッピングした時のこの首の関節がくる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 ってこうちょこっとこう動くっていうのかな、いつもよりこう余して動いてるっていうかそういうところの表現だったりも素晴らしいなと。であとこれまでにない要素というかこう爆宙とかねそのアクロバットすごいアクロバットをするっていうのはこれまでにあったことだけど、アクロバットをしたのを押してねこう向こう側にこうやるっていうのもなかなか怖い、ところですが、新たなねこうスキルがそこにあったりとかして、なんかすごいポイントポイントで表現したいもののスキルが高くなってているというか、そういう人材がいるっていうところが、まあ、すごいなっていうところがありましたので、今回めちゃくちゃ作品として完成度が高かったんじゃないかなというふうに思います。で一方でライフルアルトリズムなんですけども、こう、まあ、宇宙空間というかそれをねこう表現していった、まあ、ところだったと思うんですけども、ここに関してはね、まあ、そのどう表現していくか、まあ、どうその評価したらいいのかっていうところはあるんですけど、個人的には、まあ、ダンスっていうのもアートなんで、まあ、どういう感じでもね僕はいいと思ってるんですよ。でぶっちゃけこう音を取るのが極端に遅いっていうふうにかん、まあね、そういうふうに捉えれば、まあ、ダンスとして成立しているわけですし、アニメーションっていうね動きだってもちろんあるわけですから、まあああいった表現も別にありなのかなと思ったんですけども、個人的には個人的に
この宇宙空間を表現して、で相手がちょっとアニメーションっぽかったからこそなんですけど、なんかその宇宙飛行士がこう宇宙空間に飛ばされてこう空中に浮いたままさまよってると思うんですね。この動きがもう2分15秒ずっとゆっくりであってほしかったっていうのが僕のその希望というか、なんか途中でまあこれ難しいよね、途中でさ体の例えば体勢が変わるときにこうちょっと早く動いちゃうのよ。わかりますかね、ずっとこうやってゆっくりこうやって動いてたのに、その体の体勢を変える瞬間急にこうそうはならなくないみたいな、なんかそういうのを感じちゃったんですよね。だからそこら辺の細部まで行き渡る、なんだろう、その表現で早くするのはあの隕石とかあの大道具なのか小道具なのか分かんないけど、あの隕石とかは早くピューンって動くやつが来ても全然おかしくないと思うんですよ。そういう風になってたらよりリアルだったなっていう、もうあそこまで遅くするんだったらもう2分半もっとずっとスローであってほしかったなっていうのが、まあ個人的な思いとしてはありました。でもまあライフラルトリズムってやっぱこうなんだろう、一つのテーマを表現するプロフェッショナルですから、まあすごいこううまいことそのね道具を使ってその立体感を描き、その浮遊感を描きっていうところに関してこれまでないものだったと思うので、まああのすごいあのチームとしては思い切った作品にしたんじゃないかなっていうふうに思います。まあやっぱりこういうねやっぱ角度やってくれるからこそやっぱいいですよね。やっぱ中途半端だったらやっぱり思いっきり振り切った方がやっぱりその何かが見出せるというかねところだったと思うので、まあチームとしてはすごいいい取り組みだったんじゃないかなっていうふうに思います。はい、続いて残り、まあ、2つなんですけども、まずは、DYM メッセンジャーズとベネフィットモノレスが戦うわけなんですが、 DYM が、勝っていくというような形だったんですが、いやまずめっちゃやばかった DYM メッセンジャーズ、マジでメッセージ伝わってきましたみたいな、感じだったんですけど、そのね勝利インタビューというか、されてた時にこうフィーリングをねこう爆発させるというか、そしてなんだろう、そのダンスの自分たちの個を磨いていくというかね、まあ、そういうところを基本に据えているっていうことだったんですけど、まあ、まさしくそれがもちろん出ていてまあ一番バトルで当たりたくないタイプの人たちっていうまあ個人的にはそう感じると、なんかパワームーブでゴリゴリ押してくるっていうよりかも、なんだろう、こう曲でもうバンバン新しいのが出てくるやつで、こういうタイプが一番きついっていうか会場一番持ってきやすいというかね、そのまあ感情を爆発させるのにスキルがついてってエナジーがもう出てくるみたいな、非常にこうなんだろう、見てて気持ちいい踊りというかね、まあそこにシルエットとかね、あの細かいこうなんだろう、スキル何度も何度もやってきてるなっていう、なんかそれが伝わってくるんですが、まあこうね見てるとフィーリング感はすごいめっちゃ伝わってくると思うんですけども、こうロッキンで合わせる瞬間があったと思うんですけど、あそこのシルエットめちゃイケてるよね、いやあんなんできたらさって思うぐらいね、こう見てる本当にストリートダンスやりたいっていうか、あの人たちから習いたいっていう風に思わせる形っていうの、あとカウントの取ってる場所がめっちゃ痺れるんだよね、もう本当に何度も見たいというか、あのシーンをね、すげえ渋い渋いよね、うわいいなみたいな、まあ、そういう感覚になりました。もう純粋にそのダンススキル、そしてパッション、エナジー、フィーリングでこうバーンと押してったっていうような感じがありましたね。で一方ベネフィットワンモノリスに関しては、クラゲを表現するみたいな感じで、まあ、メイクだったりとか含めてなんかちょっとこう奇妙な感覚に、させるような、まあ衣装というよりかそのメイクアップだったかなというふうに思います。相変わらずこう衣装がやっぱりねモノリスはこういい、だからそのなんだろう、結構モノリスって同じジャンルでずっとこう、まあ、少し表現を変えているんだけど、そこにまあエンタメ性というかなんかその豪華さっていうのを感じさせるのはここのやっぱ衣装の部分なんだよね。
ここの工夫があるからこそなんか同じジャンルで、まあ防具の中でもねちょっと違いはあるところはあるんですけども、まあそのファンズパフォーマンスに、まあ今回は結構ハンズパフォーマンスに寄っていて、しかもまあオールドウェイっていう感覚ではないというか、本当にハンズとかアームスみたいな感じで、少し手の動きが柔らかく、それこそそのなんていうの、クラゲを表現すべく、なんていうのかな、こう曲線を描いているシーンが結構多い。だけどなんか絡み合っているような感覚にさせるというか、こうふわふわ浮いてるような感覚にさせるその手の動き、まあこういうのがまあ見れたかなっていうふうに思うんですよね。だから作品としてめっちゃ良かったんですけども、まあこれはどっちを取るかっていう部分の話で、 DYM はまあ要はその全体的にダンスっていう部分のそのリズムだったりとか、まあ、あとはそのスキルとかっていう部分で押してきているっていうところで、メネフィットアモノリスに関してはグルーブっていう、まあ、要するに揃えるっていう部分だったり、その表現、要するにテーマを表現するところに結構特化してきていたっていうところで、まあ、今回は DYM を取っていったっていうジャッジになったのかなっていうふうに思います。まあ個人的にこれ結構好き嫌いがやっぱ出たりするかもしれない。音もやっぱり全く違うし、なかなかこうそのなんていうのかな、完成度とかも含めてもモノリスも完成度は高かったと思うんだけどね。まあそこら辺の部分で 4-2 っていう部分は結構そのジャッジも悩んでったのかなっていうふうに、個人的にはまあ思いますが、 DYM を取ってったということではありますと。結構ねモノリスの音、あと音楽がすごい良かったかなっていうふうに思います。静かなところから少しこうハイハット打ち込みが入っていって、なんかこうどんどんこう激しくなるのかなとか、怪しさもありながら、こうそのなんていうのかな、下からキューッとこう上がってくる感覚をゆっくりと表現されるあの音楽のクリエイト力もすごいなっていうふうに個人的には思いました。はい、ラストはですねディップバトルズと、ARB ということなんですが、まあ結局 ARB がいくわけなんですけども、そうですね、なんかそのディップバトルズ今回がそのちょっと感じたのは、まあその内側になんていうのかな、こうショーケースがまとまっている内側にっていうのは、お客さん側にこうバン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 というよりかも、こう中に収まってる感覚になってしまった、まあ、要するにみんなが内側を向いて、まあその円を描いたりとか、もちろんその表現するテーマもあると思うんだけど、こっちお客さん観客側にバン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 見せていくっていう感覚にはならなかったから、迫力に少し欠けた。音には迫力もあって、そのスピーディーかつダイナミックな動きはあるものの、なんかそのそうだね、こっち側に向けてくる何かっていうのがその少なかったから、まあ音の割にインパクトがちょっと薄かった感じがあります。結構それだけかなっていうのは個人的にはあるかな。そのいい動きだったと思うし、いい表現だったりとか、音とのまあその何ていうの、表現したいものの部分っていうのはめちゃめちゃ伝わってきたので、これは良かったかなと思ったんですが、まあその ARB がね逆にこっち側にバン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 見せてくるような、かっこつけるというかクールさを表現を見せつけてくるっていうのかな、だからこうそこら辺でインパクトというか、こちら側に与える印象が全然違った風に感じますと。まあ、あとは自分たちのそのね、純平くんも言ってたけど得意分野で表現してきているっていうところで、まああの一個めっちゃ思ったのは、あの照明の使い方がえぐい、普通にかっこよかったよね。なんかレッキンクルーオーケストラみたいな、あるんですよ。体に電気を走らせていってステージ真っ暗にして、でこう右側からそのなんていうのかな、体が光が出てきて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 消えて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 みたいな感じの表現っていうのがあるんですよね。まあそんな感覚じゃないんですけども、そうこっちでポーズ取ってるのがいきなり右で左でみたいな展開されて、後ろで前でみたいな感じで、そうやっぱああいう照明の使い方がイケてるし、いやーすごいなんか観客をなんか魅了するかっこつけ方を知ってるというか、
まあ音もねこう甘い感じ でなおかつこう大股広げてバン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 リズム取ってくる、そのなんつうのほら、なんて表現すればいいんだろうね、セクシーさっていうのかな、これはまあ大胆さっていうのかな、まあ、そういうのもまあうまく、なんだろう表現していって、すごいかっこいい、もう本当によりクールな、作品になってたと思います。多分 D リーグこれまでを通して一番クールに、なっていた作品じゃないかなというふうに、思います。本当に、得意分野っていうところがうまく重なった、まあ多分ここはね自分的には勝敗を分けたのはさっき言ってたお客さん側にバン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 与えてくる印象、まあ、ここが、まあ、ちょっとその差になったかなって個人的には感じる部分だったので、どっちともスキルは良かったんですけど、見せ場見せどころの見せ方というかね、そこが違っただけでもしかしたら変わってったのかなっていうふうに個人的には思いますと。はい、いかがでしたでしょうか。続いてはね、まあ、ラウンド7は、サイファーになると思うんですけども、まだ見てない方はですね、僕はサイファーの知識というかね基本的な部分を解説した動画前回撮ってますので、これねしっかり見てください。サイファーってどういうことなのと、何をしているのだったりとか、ルールはあるのとか、どこが評価されているのみたいなことをね語っておりますので、サイファーラウンドの前にですね必ず見ていただければと思います。さあ皆さんのね目にはどう映ってますでしょうかと、ぜひねコメントいただければ、コメント僕はねテキストで返していきたいなというふうに思います。まあ、いよいよ中盤戦っていうところでね、徐々に徐々に順位もなんとなく見えてくる感じにはなってきて、 D リーガーたちもね少し焦りの、まあ、顔もね見えてくるんじゃないかなというふうに思うんですけども、まあやっぱりね僕はダンス好きなので、より新しい動き、よりアメイジングなスキル、そういったものが、まあ、ただただ見たいなというふうに感じる部分がありますので、次回も期待したいなというふうに思います。はい、今回の動画がいければグッドボタン、悪くてもグッドボタン、チャンネル登録やコメント、高評価などお待ちしております。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。